時計さん、今何時？うさぎのぴょんこちゃんと猫のたまちゃんは一緒に幼稚園に通うお友達です。ある日、ぴょんこちゃんとたまちゃんが遊んでいると、なんだか丸いものを見つけました。これは何だろう？ぴょんこちゃんがそう言うと、たまちゃんはちょっと考えて言いました。これは時計。時計と聞いて、ぴょんこちゃんはびっくりしました。ぴょんこちゃんが知っている時計は、パパやママが腕につけている小さなものか、携帯の中にある数字だけのものです。こんなに大きなものは見たことがありません。うちには壁にかかってるの。ママが時計だよって言ったんだから、時計だよ。どうやらたまちゃんのお家には壁に大きな時計がかかっているけど、ぴょんこちゃんの家にはみんなで見る大きな時計はないようです。二人はチクタクと動く時計を眺めていました。見ていると、あることに気がつきました。それは、ノッポの針は一生懸命動いているのに、小さい針はなかなか動かないのです。なんでかなぁ。ぴょんこちゃんが不思議そうに時計の針を見ていると、たまちゃんが言いました。きっと、のっぽの針がお母さんで、小さい針は子供なんだよ。そう言われて、ぴょんこちゃんはまたまた考えました。そういえば、ぴょんこちゃんのお母さんも、どんなにぴょんこちゃんがのんびりと遊んでいても、お父さんがゆっくりテレビを見ていても、一生懸命動いています。あっちへ行っては洗濯物を干したり、こっちに来てはお料理をしたり、朝から晩までとっても忙しいのです。なので、ぴょんこちゃんはたまちゃんが言ったことになるほどと思いました。でも、お母さんと子供の針だとは分かっても、時計ならば時刻というものを教えてくれるはずです。ぴょんこちゃんが知っているのは携帯の時計で、携帯を開くと数字が並んでいるのですから、簡単に時間がわかります。けれど、この時計はわかりません。のっぽの針と短い針が動いているだけです。時計の時間は、針の頭がどの数字を指しているかでわかるってママが言ってたよ。たまちゃんがそう言うと、じゃあ、今は何時？ぴょんこちゃんが言いました。のっぽの針の頭は12を指しています。子供の針は1を指しています。これは1時。たまちゃんが言いました。すると、ぴょんこちゃんはびっくりしました。本当に1時？ぴょんこちゃんがそう言うと、たまちゃんはそうだよと言います。携帯の時計は1時ならば100と書かれますが、この時計には00がないのです。それなのになんで1時とわかるのでしょうか？それはね、のっぽの針が12を指しているときは、ただ時っていうのがお約束だからだよ。それを聞いて、ぴょんこちゃんは、たまちゃんって物知りだなぁと思いました。何でも知っていて、まるで博士のようだなとも思いました。じゃあ、短い針が3で、のっぽの針が12だと3時ってこと？ぴょんこちゃんがそう言うと、たまちゃんはにっこり笑って言いました。うん、おやつの時間。とってもおいしいおやつの時間です。じゃあ、
3時半って言ったら、ぴょんこちゃんはママがよく、あら、もう3時半とか、もう5時半なの？なんて言ってるのを聞いているので、そう聞いたのです。すると、たまちゃんはちょっと考えて言いました。半っていうのは時計の半分なの。だから半分進むから、のっぽさんが6になるの。へえ、そうなんだ。でもね、3時半って言ったら、チビの針はどこに行くの？ぴょんこちゃんは時計のことが知りたくて仕方がないようですね。まだ4時にはなっていないから、3と4の間にいるよ。へえ、じゃあ5時半って言ったら、短い針は5と6の間で、のっぽさんは6なの？ぴょんこちゃんがそう言うと、たまちゃんはそうだよと元気に答えてくれました。しばらく遊んでいた2人はまた時計のところに来ました。時計の針は進んでいます。あ、のっぽの針は動いていないのに、チビの針は2のところにいる。忙しいはずのお母さんが全然動いていないのは変だよ。ぴょんこちゃんがそう言うと、たまちゃんが言いました。子供の針が動いたってことは、お母さんの針はぐるっと回って元のところに戻ったってことだよ。そうです、のっぽの針はチビの針が一つだけ数字を進む間に、一生懸命走ってぐるっと一回りしているのです。へえ、のっぽの針って本当に忙しいんだね。ぴょんこちゃんはとっても忙しそうなのっぽの針が、なんだか大変そうだなと思いました。でも時計って見ているとなんだか楽しくなります。一生懸命走っているのっぽの針と、ゆっくりゆっくり歩いているチビの針、それでも2人は喧嘩なんてしない、とっても仲良しさんなんだなと思ったからです。まるでのんびり屋のぴょんこちゃんと頑張り屋のたまちゃんのように仲良しさん。2人は時々時計を見に来ては、今何時と時計を見ていましたが、短い針が4と5の間に来て、長い針が6に来た時、4時半だ、もう帰る時間だね、バイバイ、また遊ぼうねと言ってお家に帰りました。バイバイ、また明日遊ぼうね。どうだったかな？時間がわかるようになるととっても便利だよ。おやつの時間やお家に帰る時間がわかるからね。みんなもぴょんこちゃんやたまちゃんと一緒に今何時か考えてみようね。面白かったと思ったらチャンネル登録とグッドボタンを押してね。では次のお話でまた遊ぼうね。